はい、どうも、ポルテです。今日はめちゃくちゃ天気がいいので、外で、ちょっとね、新作の猫ちゃんの足がある、僕、ポルテのタデ文字2つと、あとは、ちょっと文字の色が違うパターンで、ここがアーチ型になってるやつ、そして、黒バージョンを、まあちょっとね、オシャンティーな、壁があればそこでね写真を撮ってみたいなと思います。で、まあ僕の T シャツはアパレルとして普段使いもできるようなものを、そして男性女性どちらにも似合う、そしてお子さん誰にでも似合うようなデザインを、まあ、目標として作ってます。で、まあ僕のアパレルっていうのが1年ぐらい前からやったんですけども、まああんまり作品自体は出してないです。で、作品とかは出してないんですけども、まあちょっとね、僕服に、まあ、好きなんですけども、自分の好きなものしか着ないっていう、流行りのものじゃなくて好きなものしか着ないタイプなので、まあその自分の好きなものを作ってるっていう感じです。で、デザイナーさんと協力して作ってるので、まあ普通だったらアパレルっていったらバンバン新作出すんですけども、僕の場合は全然出してません。っていうのも、まあ1個作るのに結構半年間とかかかったりとか、ちょっとね、まあ凝り性なんで、まあめちゃくちゃ期間かかってしまい、まあ全然出してないんですけども、まあ今のこの感じのまま楽しくやっていきたいなと思ってます。で、まあこれがどちらかというと倉敷の街並みなんですけど、ここでねちょっと1枚撮りたいなと思います。それではちょっと写真撮影をしていきます。まあ、こういうね、公園とか例えば観光地とか旅行とか旅先とか買い物とかでもいつでも使える T シャツかなと思います。まあどこで着ていってもおかしくない、そしておしゃれっていう感じな T シャツです。はい、変身してきました。先ほどの左胸のワンポイントはちょっと雰囲気が変わってアーチ型のデザインとなってます。こちらのデザインは先ほどよりもカジュアルめ、ジーンズなどのファッションにすごいマッチするかなと思います。まあ皆さんも見てもらったら分かる通り、灰色の生地にネイビーの文字、可愛いかなと思います。僕の中ではね、最高の仕上がりができたかなと思います。はい、着替えてきました。どうでしょう、さっきのカジュアルめなデザインから一気に雰囲気が変わったと思います。可愛いアーチ型の文字だけどしっかり締まってるっていう感じで、まあ、これが黒と白のコントラストかなと思いますので、まあ写真を撮っていきたいなと思います。今日はちょっとね格好つけてますよ。約1時間ぐらい撮影したんですけども、まあ今回写真をね改めて見るとやっぱねめちゃくちゃ全部思い出があっていいなと思いました。っていうのももうね去年の冬から動き始めてて、で何回も作って作って作り直して作り直して、でやっと形になった感じですので、すごい嬉しい作品となってますので、ぜひともチェックお願いいたします。はい、それでは終わりましたので、ちょっとね一緒に街並みを歩きましょう。最近はねもう T シャツの季節となったということで、僕はねもうほぼ毎日というかね T シャツしか着てないですね。はい、まあね、このデザインは本当にね男性女性どちらも似合うデザインとなってます。見てください、これが倉敷の美観地区です。やっぱね全然人がいないです。僕も店内とか人がいる場所に入るときはマスクをするのですが、まあねこれはね撮影で人が被らないようにしてるので、マスクを外してるっていう感じですね。やっぱでもどこに行ってももうマスクの当たり前になってきたということで、まあ、皆様も今後も一緒に感染に気をつけて新しい生活様式の時代を共にやっていきましょう。僕は誰やねんちゅねん。グッドボタン押してて、なんならチャンネル登録してね。ボイマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボイ、マッチョ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 。